こんにちは、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの津田と申します。現在仙台に在住をして、東日本大震災の、緊急復興支援に携わっています。今日はですね、セーブ・ザ・チルドレンの活動の紹介と、簡単な、今後のことをお話しできたらと思います。皆さん、セーブ・ザ・チルドレンっていうのをお聞きじゃない方も、ご存知じゃない方もいらっしゃると思いますが、セーブ・ザ・チルドレン、子どもたちを守ろうという国際子ども支援団体です。1919年に、イギリスで、創立して、現在29のメンバーが世界120カ国以上で、子どもの支援活動を展開してきました。私たちがですね、セーブ・ザ・チルドレンって言った時に大切にしていることがあります。それは、生きる、育つ、守られる、参加するという子どもの権利が、実現されている世界になるようにということで活動をしてきました。国内でもですね、1986年にセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンができ、今年実は25周目なんですけれども、2003年からは、国内での子どもの活動を、してきました。そんな折ですね、この3月11日に未曾有の災害が起きたということで、この東日本大震災に対する緊急復興支援というものを活動を始めています。現在活動しているのは宮城県、岩手県、福島県の3県での活動をしています。はじめにですね、どんな活動をしてきたのかと言いますと、こちらちょっとご写真を見ていただきたいんですが、私たち一番初めに避難所で子ども広場という活動をしました。子どもたちが、その時も避難所にいたんですけれども、なかなかこう安心して安全な環境で遊んだりとか、自分を表現したりだとか、同世代異世代と交流ができる場がないということだったんですね。なので、子どもたちが自分の意見を言えたりとか、自分たちがしたい活動をできるようにということで、子ども広場の方を実施していきています。この8月で避難所がほぼどこも縮小されていることに伴って、今はしていないんですけれども、実際子どもたち、ここに右側にある写真では、子どもたちが子ども広場で作ったものを避難所の人たちに見せて、避難所の人たちを励ましたいということで、こういったポストなんかを作るといったような活動もしてきました。避難所での活動がですね、過ぎた後には、学校再開に伴って学校での活動というのもしています。こちらの写真、見たらお分かりになると思うんですけれども、津波で、ランドセルだったりだとか学用品をなくしてしまったような子どもたちに、そういった学用品を配布をしたりですとか、とこちらの女の子、何か手の中に非常に大切に持っているものがありますが、実はこれゆで卵なんですね。ここの、釜石ですが、ここは、初め簡易給食だったので、セーブ・ザ・チルドレンが、子どもたちの栄養価だったり、少しでも楽しい学校生活になるようにということで、卵だったり牛乳だったりとかいったような給食支援の方もしています。その他にも、例えばですね、子ども広場に通っていたお母さんから、学校にあるトイレは薄暗くて子どもたちが座るにはとっても背が高くて使いにくいのっていった声を受けてですね、仮設トイレ、子どもに優しい仮設トイレを設置をしたりですとか、子どもたちがこれから少しでも生き生きとしていけるように、なんとか今までやってきた部活だけは続けてあげたいという強い思いを持った行政関係者の声に押されて、部活動のためのバスを提供したりですとか、これから夢や希望を持って、進学していく子どもたちのために給付型奨学金などを提供したりといったようなことをしています。子どもたちが、学校にいる時間はこういった活動で、支えているんですけれども、放課後地域に戻った後の活動としてはですね、一つ、学童保育の支援であったりですとか、子どもたちの遊び場、居場所作りということをやっています。学童保育の支援では、沿岸部の学童、一部の学童は、中に浸水して、備品がなくなってしまったりですとか、あとは沿岸部から内陸部に、仮設住宅への移住に伴って子どもたちが動いていくことで、増築が必要になったりとかっていったハード的な支援もしておりますし、あとは少しでも、学童にいる時間、被災した中で、子どもたちを支えている学童の先生の、少しでも楽にできたらということで、企業と連携した形で学童での出前講座をするといったようなこともしています。
またさらに右側には仮設住宅集会所での子どもスペースの整備というのがありますが、まあ、これから、例えば校庭だったり、公園だったりとかっていった場所に、仮設住宅が多く建設していく中で、少しでも子どもたちが自分らしくいられる、遊んだり活動ができる場所を、整備をしていきたいなというふうに思っているところです。こういった形で、子どもたち、被災した子どもや、まあ、保護者の、日常生活がなるべく回復できるようにということで活動をしていますが、同時にですね、私たちがこれから復興に向けて子ども参加によるまちづくりというのを今実施をしています。5月の下旬に、子どもたちにとった、アンケートでは、1万人の子どもたちのうち9割の子どもたちが町のために何かをしたい、そして、8割の子どもたちが町のためについて話したいということを挙げていました。その声を受け、今は子どもまちづくりクラブというものを実施して、ここの隣に写真がありますけれども、地域で子どもたちがまちづくりについて定期的に活動をしています。こういった子どもたちの声がですね、また行政をはじめとする政策決定者、地域の方々に届けられるように、11月20日ですとか5月5日ですとかといったような、機会には東北子ども会議といったものを実施していく予定です。ちょっと駆け足になってセーブ・ザ・チルドレンの紹介になりましたけれども、私たちやっぱり子どもたちのために、子どもたちと共に、活動していきたいなと思っています。ホームページの方に子どもたちの声がたくさん届いていますので、ぜひご覧いただければ幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。